ホーム、七熊駅は、福岡県福岡市上南区七熊四丁目にある、福岡市地下鉄、七熊線の駅。駅番号は、N07。駅のシンボルマークは、空港線、箱崎線のシンボルマークをデザインした、西島伊佐夫が2001年に指揮したため、それ以前に描かれていた原案をもとに、息子で同じく、グラフィックデザイナーの西島正幸が完成させた。モチーフは、 七熊の由来の一つとされる七社で七個の六角形。駅識別カラーは陸 -455 で鴨駅と共通。橋本駅が管理し JR 九州サービスサポートが駅業務を受託する業務委託駅である。かつては JR 西日本福岡メンテックが駅業務を受託していた一面2線、島式ホームの地下駅。 城南学園通り直下に位置する。各階の面積は、地上108平方メートル、地下1階3321平方メートル、地下2階2426平方メートル。利用者の目に留まる箇所に用いられる、個性化壁には、青緑色の御影石を使用している。駅名表2019年度の1日平均乗車人員は5131人で、ある。 開業以降の1日平均乗車人員の推移は下表の通りである。福岡大学の北に位置することから周辺はアパートや居酒屋などが並ぶ学生街となっている。ありがとうございます。